いちごの国の向こうさんを。どうしたんだ霊夢、いちご？あーマリサ、実は、円周率をたくさん覚えようと思って、語呂合わせで覚えようとしていたのよ。おお、すごいじゃないか、いきなりどうしたんだ？なんか、理系っぽくてかっこよくない？意外とミーハーだったんだな。けど、円周率って一体どこまで続いていくのかしら？そういえば、つい最近、円周率の研究について新たな進捗があったんだ。え、そうなの？2024年3月、ついに105兆桁目まで計算することに成功したんだぜ。しかも、たった70日弱で、105兆桁目までに到達したんだ。105兆桁目って、果てしないわね。それって、どんな方法を使ったのかしら？じゃあ今日は、円周率研究のこれまでの歩み、そして105兆桁目を導いた計算方法を解説しよう。お願いします。まずは、円周率の定義について解説していこう。霊夢、円周率って何のことかわかるか？知ってるわよ、3.14 のことでしょ？それは定義じゃなくて具体的な値の方だぜ。円周率は、円周の長さが円の直径の長さの何倍か、ということを表した数字なんだ。つまりどういうこと？もう少し噛み砕いて説明すると、こういう式で表した時の、この値が、円周率になるわけだ。ああ、なるほどね。少し、具体的に説明していこう。半径が R、周りの長さが L の円があるとすると、この時、直径は 2R になるよな。確かにそうね。つまり円周率とは、L が 2R の何倍か、ということを表した数字なので、このように書くことができるはずだ。あ、この式って、昔習った円の周りの長さを出す公式だわ。その通りだぜ。つまり、この四角の部分を π として、円周率を表す値として使っている、ということだな。数値は、π イコール 3.141592、といった感じで、小数が規則性なく無限に続いていくのが特徴だ。規則性なく無限に続いていくから、長い間、研究対象になっているのね。そうなんだぜ。まあ、実際の計算で円周率を使うときは、近似値として π イコール 3.14 を使うことが多いな。なるほど、円周率がどういうものなのか、理解が深まったわ。じゃあ次は、円周率の具体的な値がどうやって明らかになってきたのか、その歴史を見ていこう。円周率が具体的に計算されたのは、紀元前2000年頃だと言われている。そんなに古い時代にすでに登場していたとは、驚きだわ。1936年に発見された粘土板などを読み解くと、紀元前2000年頃の古代バビロニアでは、正六角形の周と円周を比べて、近似値を出していた。それが、この二つだ。分数を割り算で計算してみると、確かに 3.14 に近い数字になっているわ。そうなんだ。特にこの3プラス7分の1を計算した7分の22という数値は、円周率の近似値として今でも有名な数字なんだが、厳密に言えば、π は数字が規則性なく無限に続く無理数なので、分数では表記できない。だから、この2つはあくまで近似値、ということだな。なるほどね。だが、この2つの近似値の値を見比べると、3.1 までは共通していることがわかる。近似値を2つ出して、どちらも共通の値ということは、だいたい 3.1 くらいって言っていいのかしら？あくまで、おおよその値だがな。この円周率の値の精度が上がり、小数点第2位まで明らかになったのは、ここから時代がかなり下って、紀元前3世紀頃になる。かなり時間が経ったわね。これを発見したのは、アルキメデスという古代ギリシアの数学者だぜ。たくさんの発見や逸話を後世に残したアルキメデスだが、取り尽くし法という方法を使って計算し、円周率の計算に貢献したんだ。取り尽くし法ってどんな方法なの？取り尽くし法では、円に内接させた正多角形と円に外接させた正多角形を使う。では具体的に、直径1、半径2分の1の円に正方形を内接させてみよう。霊夢、この部分とこの部分では、どちらの長さが長くなる？赤い部分の方が長く見えるわ。その通りだぜ。これは、この2点間の距離を考えたときに、直線が最も距離が短くなることからも、明らかに赤の方が長いことがわかる。確かにそうね。そしてこれは、内接する正方形の4辺すべてで同様のことが言える。だから、円の周りの長さは、内接正方形の周りの長さより長いとわかるんだ。なるほど、納得できたわ。では次は、同じ円に外接させた正方形で考えてみよう。霊夢、この赤色部分と青色部分とでは、どちらが長いと思う？見るからに、青色部分の方が長いと思うわ。正解だ。そしてこの赤色部分は、円の周りの長さの4分の1に当たるから、円のすべての部分に対して、外接正方形の周の長さが長くなることがわかる。つまり、円の周りの長さは、外接正方形の周りの長さより短いとわかるわけだ。ということは、周の長さを比べると、内接正方形小なり、円小なり、外接正方形になるってこと？その通りだぜ。つまり、内接正方形と外接正方形の周りの長さがわかれば、その二つで、円の周りの長さを挟み込むことができる。つまり、円の周りの長さは、この二つの長さの間の数、ということだ。なるほど、挟み込んじゃうのね。じゃあ具体的に、内接正方形と外接正方形の周りの長さを計算してみよう。まず、内接正方形の一辺の長さを求める。
円の中心から正方形の頂点に向かって、このように直線を引いてみよう。この直線の長さはどうなると思う？円の半径と同じだから、2分の1かしら。正解だ。この部分の三角形は、直角二等辺三角形だから、辺の比率は、このようになる。三角定規で見たことあるわ。この比を用いると、正方形の一辺の長さは、この値になるわけだ。なるほど、一辺の長さが分かったら、あとは4倍するだけね。2ルート2かしら。その通りだぜ。次は外接正方形だが、これはさっきよりもシンプルだ。直径が1の円に外接する正方形だから、一辺の長さは円の直径と同じになって、1になるんだぜ。あ、本当だわ。一辺が1だから、周りの長さは4倍の4になるわけだな。これで、内接正方形と外接正方形の周りの長さが分かったわね。では、これらの値を使って円周の長さを挟み込もう。霊夢、半径2分の1の円の周りの長さはどうなる？直径が1で、円周率を π とすると、周りの長さは π だわ。正解だぜ。ということで、これらを使って不等式を作ると、このようになるわけだ。π はこの2ルート2と4の間の値なのね。あれ、けど、2ルート2ってどれくらいなのかしら。ルート2は、だいたい 1.4 くらいの値だと言われている。霊夢は、人よ人よに人見頃、という語呂合わせを聞いたことないか？どこかで習ったような気がするけど、もうすっかり記憶の彼方に放り投げたわ。拾ってきてくれ。ルート2は、π と同じく無理数なので、1.414213.56 と無限に続いていくんだが、これは、その冒頭部分を覚えるためによく使われる語呂合わせなんだ。なんだかそんなこと、言っていた気がするわ。ルート2をだいたい 1.4 くらいの値と考えると、2ルート2は 2.8 くらいの値になるわけだな。これを踏まえると、2.8 小なり π 小なり4と言える。なるほどね、これでだいたい、π の範囲が絞れたのね。けど、ちょっと範囲が広くない？おっしゃる通りだ。この時点ではまだ、絞り込みの精度が荒いと言えるぜ。どうやったら精度が上がるの？いい質問だ、霊夢。精度を高めるためには、円に内接、外接させる多角形の角を増やしていくんだぜ。多角形の角を増やせば増やすほど精度が上がり、π の値は絞り込まれていくんだ。アルキメデスは、円周率の π の値を小数第2位まで絞るために、どれくらい角の数を増やしたと思う？正12角形とか？正解は、正96角形だ。うわ、多い。実際に計算してみると、正6角形の場合でこれくらい。正12角形の場合で、これくらい。正96角形の場合で、これくらいの値になるぜ。あ、正96角形では、3.14 までが共通になってるわね。そうだ、これで 3.14 までの値が特定できたことになる。円周率を正確に計算するのは思った以上に大変な作業なのね。このように、円周率が2桁まで計算されたのは紀元前3世紀頃だったわけだが、ここから円周率を求める計算は、主に、取り尽くし法を用いた図形的な考察を発展させて展開していった。次に画期的な考察方法が現れるのが、14世紀頃だ。かなり長い間、幾何的な考察をしていたのね。ここではどんな風に変化したの？図形を用いた考察から、級数を用いた近似を行う解析的な考察方法に変化したんだ。級数って、級数というのは、一定の法則に従って変化する数を、一定の順に無限に並べた数列の和のことだ。14世紀、インドの数学者マーダバは、円周率に関してこの等式を発見した。これは、しばらくした後、ヨーロッパでもグレゴリーとライプニッツによって再発見されたので、三者の名前を取って、マーダバ・グレゴリー・ライプニッツ級数と呼ばれている。全く違う場所で、違う人によって再発見されたなんて、なんだか神秘的だわ。しかも、規則性がある綺麗な形をしているよな。一説によると、マーダバは、これを変形したこの等式を21項まで計算することで、円周率を10桁まで求めたと言われている。ここからはしばらく、アルキメデスが用いた図形的な方法と、この級数的な方法を用いながら、桁数が更新されていくことになるぜ。長い間使われ続けるってすごいわ。そして18世紀頃、円周率を求める新たな公式が発見されることになる。それが、マチンの公式だ。この公式は、これまで主流だったマーダバ・グレゴリー・ライプニッツ級数を応用し、円周率の桁数計算に特化させたものなんだぜ。確かに並べてみると、形が似ている気がするわね。イギリスのジョン・マチンはこの公式を使って、円周率を100桁まで求めたんだ。この先、20世紀までに行われた桁数更新は、そのほとんどが、マチンの公式か、それを変形させた公式によって達成されたんだぜ。新たな偉大な公式が誕生したのね、すごいわ。マチンの公式の特徴は、元になったマーダバ・グレゴリー・ライプニッツ級数に対して、非常に収束が速いことだ。収束が速いって、どういうこと？無限級数の計算をする際に、早い段階で、計算結果が近づいていく値がわかるということだぜ。収束が早いと、それだけ計算に時間がかからないというメリットがあるんだ。なるほど、より早く計算ができるようになったのね。そして20世紀に入り、インドのラマヌジャンによってラマヌジャンの無限級数が発見されたんだ。うわ、ちょっと、この式を見てるだけでクラクラする、数式酔いだわ。
数式良いって初めて聞いたぜ。この式を用いて計算することで、円周率の桁数が飛躍的に更新されることになる。ウィリアム・ゴスパーが、この式を使った計算で、円周率を1752万6200桁まで明らかにしたぜ。文字通り、これまでとは桁が違うわね。そしてここで重要なのが、このラマヌジャンの無限級数を応用し、この級数が発見されたことだ。うわ、さっきよりも目がぐるぐる回る。霊夢の数式酔いがひどくなった。これは、1994年、円周率の桁数を3回も更新したチュドノフスキー兄弟によって発見され、チュドノフスキー級数と呼ばれているぜ。この級数は、どうして重要なの？それは、2010年代以降、この計算方法を用いて何度も円周率の桁数が更新されているからなんだ。ラマヌジャンの無限級数やチュドノフスキー級数は式の形こそ複雑だが、収束が早い級数として知られているぜ。なるほど、だからこそ桁数更新に大きく貢献した級数なのね。特に、1949年以降は、コンピューターの登場で、計算可能な桁数が増加したぜ。よく考えたら、コンピューターが登場するまでは手計算でこの桁数を計算していたのね。先人の果てしない努力を感じるよな。コンピューターとチュドノフスキー級数を用いることで、2022年には、Google 社員の岩尾 M 遥さんが、600TB のストレージを使って、円周率100兆桁の計算に成功しているぜ。100兆桁って、桁数の飛躍が凄まじいわね。さすが、コンピューターの力を感じるわ。さて、これまでは世界で円周率がどのように計算されてきたのかを説明してきたが、実は日本では、和算という世界とは別の方法で円周率が求められてきたんだ。日本でも独自に研究されていたのね。日本では、円周率を数学的に証明することよりも、どれだけ美しい数値か、に重点が置かれた。江戸時代初期の数学書である毛利重忠の割り算書、では、円周率を 3.16 としている。その弟子の吉田光義の書籍でも、3.16 となっているんだ。どうして 3.14 じゃなくて、3.16 なのかしら？これは推測だが、毛利重忠とその弟子といった江戸時代初期の和算家たちは、円周率を実際に測定して、3.14 ないしは 3.16 のような値を得ていたようなんだが、小数点第2の桁の数字に確信が持てなかったのではないかと言われている。だから、円のような美しい形を求める数値は、もっと美しい数値になっていいはずだ、と考え、ルート10イコール 3.16 が美しい値として採用されたのではないか、と考えられているぜ。値として数値的により美しい方を採用したのね。だが1600年代前半になると、円周率を美しさよりも数学的に計算することに重きが置かれるようになった。1663年に、日本で初めて村松茂清が、円の内接多角形の周の長さを計算する方法を用いて、円周率 3.14 という値を算出した。最終的に、小数点以下21桁までを算出し、これは実際の値と小数第7位まで一致しているんだ。図形的に考えたのね、さっきの取り尽くし法と似ているわ。そうなんだ。日本では、円の内接正多角形の周の長さの計算から円周率を出そうとしたが、西洋では、円を内接正多角形と外接正多角形の周の長さと挟んで、円周率の上限と下限を示していた。日本ではこの外接正多角形の周の長さと挟む、という方法の発見に至らなかったため、論理的に円周率の正しさを示すことができず、円周率の検証は失敗に終わったんだぜ。一つのアイディアが、ここまで結果に違いをもたらすのね。このように、長い時間をかけて、様々な人の手で計算されてきた円周率だが、実は2024年3月に、ついに円周率105兆桁が計算されたんだ。すごいわ、まさに最近、更新されたのね。それを成し遂げたのは、ジョーダン・ラナッシをはじめとする、アメリカの IT 系サイト、ストレージレビューの編集者たちだ。彼らは、様々なパソコンなどのストレージのレビューをしている情報サイトの編集が本業なんだぜ。数学者じゃないのに、この偉業を成し遂げたのね。ストレージレビューチームは、円周率計算を安定的かつ高速で行うためには、高速処理を実現する PC 性能や安定した電源供給、ストレージ容量などを確保する必要があると考えた。試行錯誤の結果、36台の SSD ドライブを並列で動かす設計が決め手になり、これまでの岩尾さんの記録である、100兆桁の計算にかかる日数を更新したんだぜ。どれくらい短縮したの？岩尾さんが100兆桁計算に158日かけたのに対して、59日で計算を達成したぜ。約半分の記録で達成したのね。36台の SSD ストレージの容量は、1PB 以上だったそうだ。これは、1TB の1000倍以上に当たるんだぜ。1TB の1000倍なんて、すごい容量ね。この最速記録を達成したのが、2023年4月の話だ。そこからさらにその先を目指してチャレンジをし、2023年12月19日から2024年2月27日にかけての 69.82日で、105兆桁を計算することに成功したんだぜ。105兆桁計算を70日弱で達成したのね、すごい。
この計算に用いられたのは、チュドノフスキー級数なんだ。チュドノフスキー級数、まだまだ現役ね。しかも、面白いことに、この発表がなされたのは、2024年3月14日のことだったんだぜ。ホワイトデーに発表されたってこと？確かに日本ではホワイトデーだが、霊夢、日付をよく見てくれ。何か気づくことはないか？ 3 月14日、314。あ、そうだ、3月14日、つまり円周率の日にこの成果が発表されたんだぜ。狙ってこの日にしたのかなって推測してしまうわ。もしそうだとしたら、ユーモアがあって面白いよな。ちなみに、円周率の105兆桁目の数字は、6だそうだぜ。明日、誰かに教えてあげたくなっちゃうわね。ここまで、円周率の桁数の歴史と計算方法について解説してきたが、どうだった？そういうものだと丸暗記していた 3.14 という数字がわかるまでに、こんなに長い歴史と努力があったなんて、驚きだったし、面白かったわ。そう言ってもらえて何よりだぜ。取り尽くし法、私も円周してみようかしら。円周率だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。円周率105兆桁目の数を誰かに話したくなった人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。